二つ目の炎の在りかを求めて再び歌島に戻ってきたリンク。ラネール砂漠に炎があることを知ったリンクは早速その地へ向かう。ここでもサイレンの試練に挑み、新たな神器クローショットを手に入れる。それを駆使して先へ進むと、炎を守る船長クックボと出会う。しかし炎がある船は海賊によって奪われてしまったという。リンクは炎を取り返すため敵のアジトへと侵入するのであった。うわぁ、なんか気持ち悪い。なんかわかんないけど気持ち悪い。めっちゃいるじゃん。コウモリめっちゃいるんだけど。言い過ぎ言い過ぎ。どっか、あるある。ここに入り口ある。大丈夫かな、これ入っちゃって。一応入ることには成功したけど、これなんだ。びっくりした。マスターご覧ください。この装置、時空石は設置されていませんが、ラネール鉱山にあったものと同種の装置である可能性 95%。 この施設でも何らかの動力源として時空石が用いられていたと推測されます。ここに石を持ってくるのか。敵、あーいるじゃん敵。ヤンキー兄弟いるって。ヤンキー兄弟は無視です。ビリビリもいる。ビリビリも、お、なんだあれ、時空石っぽいのあるな。こっちは鎖でいけない。マスターご覧ください。この物体は時空魔と呼ばれるものです。通常の時空石と形状が異なりますが、複数の装置間で持ち運ぶために加工されたものと推測されます。なるほど、じゃあこれ持っていけば、おー、いけるいける。あ、なに、いけなかった道がいけるようになった。これと同時にさ、敵とかも復活するよね。襲わないで、襲うんだな、いいんだな、襲うんだな、襲ったらこうするよ。襲ったらこういうことしますよ。はい。罰です。襲った罰です。はい。襲った罰です。言うこと聞いてればこんなことにならない。君もだよ。君もだよ。そんなことされたくないでしょ。おとなしくやめて。ちょっと待って。やべえ。全力で逃れる。全力で逃れようとする、この子。この子の方がちょっと足早いのかい。あー、で、僕が入ってきたところにこれ戻ってきたね。ここ置けばいいのかな。なんだ？あ、口開いた。なんかちっちゃい海賊船いっぱい入ってる中に。てか立派すぎないか。マスターに報告。時空魔の力によりこの施設に何らかの変化が起きたようです。外の様子を見に行くことを提案します。ん、外に出れた。怖っ、これ崩れたりしないよね。ちょっと待ってね、ハートがなさすぎるから行くか。これ大丈夫だね。怖っ、崩れそう。お、なんだ。マスターに報告。ご覧ください。ここにある、ホヤマストが、ネイルの炎を守護する船に由来する可能性 60%。びっくりした。なんか、ファイに角が生えたのかと思った。これより、ネイルの炎を守護する船に対してダウジングを開始します。あ、反応ある。あっち側だ。ちょ、これ、あれかな？クックボー、お待たせ。結構いい情報掴んできたよ。俺らの船はここにもなかったのだから。ん？手がかりが見つかったけど、場所がわかる。ダウジングっていうのだな。すごいけど。さあ、今度こそ本当に俺らの船を見つけるんだ。出航するだろ。海へ！出航だ！この広い海から本当に探し出せるんだな。俺らはお前を信じるしかないんだ。頼むけど。船は姿を消している可能性が高いけど。でも衝撃を与えることができれば姿を現すかもしれないけど。あ、じゃあ、爆弾当てんのかな？ダウジングはここでも使えるか。とりあえずあっち側だね。向かおう。あ、近い。だいぶ近い。何かにぶつかってる。何かにぶつかりました。え、なんか船動いてない？これ。目の前にいる。おお、見えたけど、あれがオイラの船だ。さあ追いかけてもっと大砲当てるけど。やっぱ動いてるんだ。いるいる。目の前にいる。あ、間違えた。どっち撃ってんの？あ、合ってんのか。いる。目の前にいる。オッケー。あー、これ見たね。写真で見た船だ。そして、まだ続くね。次は船の中か。ということで、船の上に来ました。すごい広いけど、今んとこ敵とか誰もいないな。なんかこういうはしごとかも今はいけなそう。またあの時空まで遡る必要がありそうだね。とりあえずこっちかな。こっちに行けそう。お、見て。うわ、怪しい。換気扇のこの隙間から奥見えるけど、あれなんだろう、なんかスイッチかな。ビートルでもこれ入れる。結構でも広いな、この船。さらに下に行ける、この中は。やばすぎる。ちょ、待って。スカボ史上一番気持ち悪いかもしれない。この光景。これやばい、結構。これが雲じゃないにしても、なんかもう雲にしか見えない。あー、めっちゃ食ってくる。キモすぎる、これ。これやばい、マジで。ちょっとトラウマレベルじゃない？スカボ史上一番のトラウマ。お、はい。マスターご覧ください。ん、鍵あるね。しかもこれボス部屋の鍵か。今は閉ざされているようですが、大きな扉があります。何か重要な部屋への扉だと推測します。最後、ここにじゃあ時空魔持ってきそうだね。まずはじゃあ時空魔探しっていうところかな。見て、怪しすぎない？あれトラップだよね。そして、あー、これ見覚えがあるね。あの大仏のところにもあったよね。ってことはこれどっかにヒントがあったのか。ちょっと待ってね。とりあえずこれ、まずはお掃除しましょうか。あ、これが、あれのヒントか。この301たちがこれ船員なのかな、多分。ちょっと待っててね。一応全部見れたけど、オレンジ色の部分がこれ1個なのと、2個なのと、3個、4個っていうのがあるから、これが順番になってるのかな。下、上、下、右だ。下、上、下、
右。オッケー、来ました。さあ、中には、あ、宝箱。ん、小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった部屋。どこだっけ、どっかにあったよね、鍵のかかったやつ。結構最初の方だったっけ。あー、あった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 。ここだ。ここですね。外に繋がってるっぽい。え、閉じ込められた。誰、待って。絶対に。やべ、パイレーツだ。エネミーパイレーツ。な、めっちゃ全速で走ってきてんだけど、ちょっと待って、どうすればいいんだ？これもう戦うしかないの？わかったわかった。これどんどん敵下がってってるから、これで剣でどんどん押してくんだ。こいつ結構下からの攻撃に弱いぞ。いけるいけるいける。オッケー、いけてました。あ、まだか？左下からの攻撃に弱い。今だ！あ、筆が壊れちゃった。これボスじゃないよね、でもね。フックで攻撃してくんのか。あ、まずいまずいまずい。左下から攻撃して。いけるよ、オッケー。え、これが海賊船奪った敵海賊の長じゃないんかな？宝箱。マスター、先ほどの機械亜人、船長の言っていた海賊である可能性 99%。長い年月にわたり生きながらえていた、その執念は驚嘆に値します。開けてみるか。ほい。お、イエーイ、弓を手に入れた。遠いところから狙い撃ち、攻撃力の高い矢を撃つことができる。弓あるんだ、このゲーム。最後のスロットが埋まった。マスターに報告。入手した新たな道具、弓矢について、しなった弓の反発力を用いた攻撃力の高い矢で遠方から狙い撃つことができます。また、放たれた矢によって特定の仕掛けに対して衝撃を与え起動させることができます。看板にて、それらしき仕掛けを確認済みです。あれか。長押しで、照準合わせて、ゴー！おー。あ、そこに時空もあったんだ。時空石か、これは。マスターイリーに報告、あれが時空石である可能性 90%。この船に大きな変化を及ぼすと推測。何らかの集団で衝撃を与えることを提案します。ほっ！これで船全体が遡ったね。ってことは、そうだよね。敵めっちゃいたよね。あ、戻せなくした。そして入れなくした。何？どこにいる？どこにいる？今の僕を。あいつをやる必要がありそうだな、まずは。この上だよね、おそらくは。うん。待っててね。やるからね。償ってもらう。お前ら、えらい危ないところにいんな。怖い、これは。でもマジでさ、海賊ってこういうところで戦ってるイメージあるよね。ほっ。OK。あ、いた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 。あいつだ。お前だな、閉じたの。待ってろよ。いいよ、来いよ。ほい、はい。よいしょ。回して、決定。あ、待って、クックボ。オイラの船が綺麗に戻っただ。嬉しいけど。あとは仲間の船員たちを助けてほしいけど。船内に牢があるから、きっとそこに捕まってるだ。オイラは怖いからボートで待ってるけど。頼むけど。あ、いたいたいた。サルポたちいた。ここか、牢屋になってたのは。ここだったんだね。お前人間だな。どうやってここまで入ってきただけど。船長と一緒に助けてに来てくれたのだが。嬉しいけど。でもそこのビリビリのせいで、ここからは出られないだ。そうだ。この牢の下には船の機関室があるけど。機関室には、この牢に通じる通路があるだ。でも機関室を通ってここまで来るには機関室の電源を入れる必要があるけど、この2箇所に電源があるんだ。頼むけど。え、待って、なんか敵復活してる。なんで敵復活してんの？お前ら、さっき倒したやんけ。でもこれで絶滅。もうさ、あの、この骨さ、もう捨てようぜ。船の下に。あの、回るプロペラ、換気扇みたいなところの間にこう詰めとこうぜ。復活した瞬間ミンチ。じゃあこれで刺しますね、ここ。えい！で、決定。おー。おお、トラップだな、あれ。マスター、船員が言っていた通り、機関室が動き始めたことを確認。しかし、もう一つの電源を入れなければ、牢への通路は完全に開かれません。二つ目の電源の元へ急ぐことを提案します。これでじゃあ、あとこの剣刺せば、完全に動く。助けるよ、待ってて、サレボ。脱走してくれと言わんばかりの船の作りになってるんだね。侵入者一人いれば、脱出させることができるっていう。おー、サレボー迎え来たぞ。本当に助けに来てくれたのか、嬉しいけど。そうか、ネイルの炎を求めてこの船に乗ってきただな。ネイルの炎を復活させるには、船の制御を取り戻さないとダメだ。制御室はこの牢の隣にあるんだが、大きな扉で閉ざされていて、開くには専用の鍵が必要けど、まずは船長室に行くといいけど、制御室の鍵は船長室にあるはずだ。助けに来てくれたお礼にこの鍵をやるだ。この鍵で船長室に入れるけど、船長室には看板の後ろにある扉から入れるけど、ここですね。ここが、おそらく船長室。行きましょう。僕が来る前に。お、階段下がる。下に。ここにスイッチがあって、スイッチ開いたら、あの的が、いや、こいつが邪魔なのか。あ、でもこっからスイッチ押せる？あ、押せる押せる。よかったよかった。おい。まずはだからこの子倒す必要があるよね。の前に僕か。やべ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 。助けて僕。僕助けて。なんかさ、この僕ちゃんマジで僕の攻撃、どっちから攻撃するか分かってるんだよね。絶対に。絶対に分かってる。待って。きついきつい。それきつい。
嘘。ちょっと待って、この二人のタッグキッズ。で、目ん玉。よし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 。オッケー。じゃあこれだね。鍵が入ってる宝箱。ってことはボス戦だ、いよいよ。すごい形。イカか。イカした像を手に入れた。ブツブツの吸盤がたまらない。なんともイカした形の像。ありました。ここですね。それじゃあ、ボス戦行きたいと思います。調べる。これでもさ、こんな形になるの？え？どうなってんだ？こう。違う。こうか。来た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 。ほい。タコ型のボスなのかな？というか、またギラヒムがいるのかな？なんだ？ん？怖い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 。うわー、タコだ。気持ち悪い。結構気持ち悪い。え？なになになに？どういう感じ？何をすればいいんだ？オッケー。このキック、いや、これダメだダメダメ。船壊しちゃダメ。あ、こっちも行ける。道が。あ、そういうことか。これ、船全体が戦場になってる今。すげえ。おーおーおー、マスターに報告。この触手は巨大な魔物と推定。状況は不明ですが、この船が襲われているようです。放置するとこの船が沈む確率 80%。聖なる力で撃退し、外に出て状況を確認することを推奨します。マジか。あ、何？普通の攻撃は通らない。こういうことか。せい！で、こっちか。もうでも船ボロボロじゃん。めっちゃボロボロだよ。申し訳ない。マスター ID に報告。あの扉の向こうから邪悪な気配を感じます。この船を破壊している触手の本体が存在する可能性。90%。十分な心構えを持って船外へ出てください。行きますか。めっちゃ雨降ってる。嘘。待って、ごめん、クックボー。これはさすがに申し訳なさすぎる。何本触手あんだこれ。出てきた。うわすんげえ見た目。ダイダコス、あのメデューサみたいな感じなのか。どうやってでも倒せばいいんだこれ。すごい、こんなにでかい魔物と戦うの初めてだよ。あ、はい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 、これ出てくる触手をこうだよ。だからこう掲げながら走る。掲げながらほいせい。あ、本体出てきた。やべやべ、くる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 。ほい！いけたいけた。右手いった。生やしてくんのかい。やばい、ちょっと待って、手上げすぎて僕の血がだんだん下がってきてる。腕上げてんのきつい。でもさ、自ら自分の一部を蘇生させるってさ、相当エネルギー使うんじゃない？多分これ繰り返してればそのうち修復ができなくなってくるんじゃない？だから、このままやってれば大丈夫だと思う。いや、待って！違う！僕何やってんだ？やっぱ目だよ！弓で目打つんだよ。止まってくれ。目をなんでつぶんだよ、目。だから、まずあいつの手を切断して、隙を作った後に、今だ。ほっ！やっぱそうだ！目だったか。くっそ気づくの、時間かかっちゃった。で、今のうちに、何？髪の毛を切断すればいいの？はい！いっぱい生えてるから、切り替えあるよ！2本同時とか。そういうことか。ってことは、こいつの命は髪の毛なのか。意外と乙女みたいな感じなのか。でもあの量の髪の毛全部やんのやばくない？目ん玉をぶち抜く。で、すぐ来るから、切る！ダメ、で、切る！もう一回行きたい！くそ！いけないか。前髪パッツンにしちゃったぜ。恥ずかしいだろ、どうだ。切ったところやっても意味ないよね。だから、あっち側をもっと奥を切る。あ、でも、いい感じじゃん。だいぶいい感じに仕上がってきたよ。お客さん、あともうちょっとです。よいしょ。待って、今気づいたけどさ、関係ないこれ。目かな？目じゃね？今思ったけどさ、髪の毛散髪してる場合じゃない気がしてきた。ちょっと待って、次目に当てるつもりで目やってみようか。か、ある程度髪の毛切らないと髪の毛邪魔だからっていうことなんかな。これは？普通にいける。なんだ？ただ散髪しただけじゃん、じゃあ僕。目ん玉を。これでも痛いだろうな、相当。さあ、とどめいけるか？オッケー、行きました。あ、まだか。ん？どうだ？まだだ。うわ、船の面積。何？なんかブロックが落ちてきた。これはなんか関係あんのかな？やべえ。やけくそだよ、もう。ちょっと待って、痛い。樽、そんななかったでしょ、上にそんな樽。あ、これで上登るのか、こっち側。髪の毛、ダッサー。うわ、なにこれ、すげえ、メデューサじゃん。めっちゃくる、待って、やばい。無限なんだけど。なかなかしぶといぞ。髪の毛全部戻ってやがるし。はい。結構 HP 僕少ない。これで倒しきりたい。オッケー。倒したか？倒した。強かった。ちょ、最終形態結構強かったね。お、この模様光った。あ、これが、今の模様、聖なる炎と関係があるものなのか。じゃあ、これ切りますか。ほい！青色の炎。二つ目の炎ですね。
さあ、より強くなったよ。ネールの炎を受け、剣が成長した。ほんとだ、剣ちょっと長くなってる。ちゃんと長くなってたんだね。あ、二つ目の、これについても僕まだほとんど知らないからな。マスターは新たな歌を手に入れる力を得ました。空の歌島へ戻ることを推奨します。腕取り戻してくれてありがとうケロ。ボロボロに壊れちまっただがな。仲間と頑張って修理するケロ。お前も大切な人に会えるといいな。頑張るんだぞ。またいつでも会いに来るだ。歓迎するケロ。ということで、じゃあ二つ目の炎、無事授かることができました。ということで、じゃあ残りラスト1個だよね。また次回歌島に戻るところから始めたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画も見てください。バイバイ。